那没有、哦、他认为是不行就对了、嗯、好那我倒是比较另外一个说法哈、40キロぐらいの速度だったらいいかなと思います、40キロまで、はい、黄色い線があるでしょ、はい、あれをはみ出すのはダメ、うん我们这一趟日本纵贯、啊、其实还有一个很重要的任务，也不算任务啦，我自己想拍的东西。因为那时候我在美国的时候，美国人是一个 很 free 的民族，他看到你车子怎样怎样怎样，然后就把你拦下来。我甚至有一个经验，我那时候要从停车场离开了，然后就有一个人，然后看着我们双载，那时候第一次去阿拉斯加，然后他就是停在停车场路口，把后面的车倒全部挡死，然后在那边跟我们聊天。所以啊，我们在这一次日本啊，我想说哈，詹姆斯也说了。他想要我们去接访很多日本漂亮的 YouTuber 妹子，可是呢，我们发信给所有 YouTuber 都石沉大海，要石沉大海啊，还是要拍啦。所以，我们这一次呢，要接访日本的骑士，跟他们聊聊对于日本骑车的一些想法。要正面的话，把他拦下来，一定要把他拦下来，前后包夹，就是闪大灯，对不对？对，不要开玩笑，不要这样子，对，开玩笑的。那我们接下来就是来去寻找日本骑士吧，走。一般拿三，我现在38岁，那我骑了20年的车。屁股骑，哎，我一打进来，骑多久了？大先輩，大先輩。好，先。福田と言います。この熊本県。16歳ぐらいから乗ってるので、36年ぐらい。很久了。村田です。村田さん。也是熊本的。我最喜欢啊，日本的。爸爸馬馬に、馬車の馬で馬馬っていう名字で福岡の。しないです。よろしくお願いします。那須川と言います。那須川。想问他呢，骑车多久？20年。住まいはどちらですか？福岡です。很荣幸今天可以访问。鳥取県綾香です。バイク歴は3年ぐらいで。市川と言います。住まいは千葉県です。今僕54なので、38年。那当初怎么会开始骑车？その子供の頃。最初は F1 が好きだったんですね。車から今度二輪のアニメで漫画でそれに憧れて、はい、バイク乗るようになった。子供の時から、バイクが好きだった。跟我们一样，跟我们一样，同じ。27年。哦。最初はキャンプが好きで、でバイクで行けたらいいなと思って。看他装备非常非常多，他正在进行什么旅行吗？今日はキャンプじゃないんですけど、友達が福岡に住んでて会いに来ました。高校生の時にやっぱもうみんなが乗り始めたので、有没有骑过日本别的地方？比如说四季点啊？佐多岬は行ったことあります。九州の最西端、最東端。九州の最東端。鶴見崎、大分なんですよ。没有到本土的啦，但是九州的都有。对，四个景点。有没有骑过就是日本四景点到北海道啊之类的？对，那哦，他在日本有骑过哪些地方？九州は全部行きましたね。对日本人而言，就是骑车如果骑到北海道环一圈，是一件蛮常见的事嘛。みんな憧れますね。私は行ったことない。行ったことない。但他比较远，是骑到啥？一番遠くは、昨日学問の神様の太宰府、太宰府、はい、に行って、そこが多分一番遠いです。一番遠いのは、まあ島並までですね。千葉から島並まで。那他有没有想要有一个远的地方？僕は九州一周したいですね。在日本骑车，他觉得最棒的地方在哪边？やっぱり季節と。やっぱりこのここの阿蘇の景色、あとはバイクに乗ってる自分、好き。やっぱり景色と美味しいご飯とですね。バイクはまあ自然がいっぱいなので、まあ山に行ったり海に行ったりが楽しいですし、景色もいいです。もう景色がすごく変わるし、四季があることですかね。有没有他觉得不好的地方？まあここはバイクを止める駐輪場がいっぱいあるんですけど、やっぱドライブインとかサービスエリアに行くと、やっぱりバイク専用の駐輪場が少ない。あとホテルとかでも車はメインだけど、バイク専用のその駐車が少ないっていうところですね。もうちょっとバイクを考えてほしい。考えてほしいかな。大きいバイクを止める場所が少ない。なるほどね。不是一般都可以停汽车的位置。
ね。でもね、車の枠に止めるのはね、ちょっとマナー違反っていうか、なるほどなるほど。あとコインパーキングある、まあ、そうですね。あのお金払うんやったらいいんでしょうけど、それでもね、やっぱりこんなとこにバイク止めやがってみたいに思う人が、なるほど。でもキャンプをしようと思ったら、なかなか今ちょっとマナーがあまり良くないので、ちょっと。キャンプ場がなくなったりとか、ちょっといいところがちょっと少なくなってきてます。道が細いところがあったり、車が多い。对于就是如果外国人来日本骑车，有没有什么想法或建议啊？バイク右折、車直進の事故が多いです。台湾はこう右側っていう意味。そこをまあね曲がったりとか。もう楽しんでくれたら日本を楽しんでくれたらもうありがたいなっていうか気をつけてほしいっていう、まあ、日本の人とたくさん話をして、でまあいろんな美味しいお店とか聞いて、日本の美味しいものを食べて帰ってもらいたい。还是问一下，在日本骑车钻车缝这件事情到底合法呀？问他应该最准。グレーですか？グレー。グレー。オッケーではないけど、まあグレー。イエローラインをまたぐとアウト。OK OK。好，那没有问题。那最后呢，就送他一张。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。贴纸。またぜひ会いに行きます。はい、どうぞ。お願いします。ダメです。ダメ。他认为是不行就对了。好，那我倒是比较另外一个说法哈。40キロぐらいの速度だったらいいかなと思います。40キロまで。黄色い線があるでしょ。あれをはみ出すのはダメ。那最后就是这附近有没有他推荐的景点餐厅？こっちがケニーロードっていう。ケニーロード。昨天有听过。私の地元の鳥取はすごく自然がいっぱいで砂丘もあります。よかったら来てもらいたいです。山口のカラト市場。カラト市場にお寿司があって、それすごく美味しい。像这种比较大排气量的车，因为像日本市区那么多，速限有时候比较慢，有没有觉得骑起来会有时候会觉得哦？很阿杂的，それもそうそうですね。どうですか？我没有想要跟台湾的观众讲什么话呢？楽しいところいっぱいあるんで、ぜひバイクで日本に来てほしいです。記念に、私たちの今回のプロジェクト。那最后就是支持我们的衣服啦，对不对？今天我们也谢谢两位，谢谢，ありがとうございます。祝他们今天骑车愉快，对不对？有没有听过台湾啊？对台湾有什么感觉？台湾わかりますよ。有没有喜欢的？うちの嫁さんは去年から。他有没有想吃什么台湾的食物呢？屋台が奥さんが美味しいって言ってたんで、機会があれば。有没有想要跟台湾的观众朋友说什么吧？ぜひまだその日本を好きになってもらいたいなと思いますけど。好，没问题呢。我们的最后两人。啊，ありがとうございます。我们这一次做的衣服，今回このプロジェクトのために服です。来，记得大家支持一下。台湾ラーメンが好きです。台湾ラーメン、台湾ラーメン、台湾にはない。台湾ラーメンです。台湾没有。台湾ラーメン。タピオカミルクティーはぜひ。哦，那大家记得支持我衣服啊。可以的，ありがとうございます。まあもっと日本に来てもらいたいかな。ありがとうございます。我想要有没有听过台湾？啊，もちろん。もう台湾人はもう大好きです。で、有没有来过？有没有？ないです。はい、没有。啊，じゃあぜひ一定要来。連絡してご飯ご馳走します。今天也很谢谢，我们一路上有机会哦，再访问一下。啊，ありがとう。对，然后顺便就是有跟大家宣传一下，就是这一届啦，再支持一下。これは美しい。啊，ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。虽然不同品牌的车，但是热爱骑车的心都是一样的。台湾人要搞搞，